大きなお口をパックンチョーということで、こんにちは、ブルーフォースです。ついに最終パートに入っていくであろうところで、いきなり火星バイラバイラピピピやめてやめてやめて、もえもえピピピ、もえピピピ、さあ、最終決戦に挑むために、こいつの名前はダイナモスの盾をうまく使って中国。いや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 、さあ、さおで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 、すごいな、こう、ギリギリ、あれなんだ。なんか、ギリギリこう、前に入ってこないやつなのかなと思ったけど、なんかちょっと待って、なんか、違う、ちょっと待って、かわいそうなやつがいる、かわいそうなやつがいる、なんかこいつと戦いたかったのにさ、なんか被害を受けてひたすら切り刻まれてるやつがいたけど、あれなんか俺、この部屋に入った時さ、なんか2匹のトカゲがいたような気がしたんだけど、全然あれだね、1匹目で終わっちまったな。なんかあれ、いつの間に2匹目いなくなっちゃったのみたいな、そんな感じだったけど。ということを言いながらも、こいつ2匹目を、もう一丁で、ドンタボス。ああ、まあ、なんか名残惜しい感じがしますけどね。いきなり危ねえな、この野郎。ほい、ほい。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おい、もう一匹、ほい、おお、背中の傷は剣士の柱べや、ほい、すきやり、ほい、すきやり、すきやり、すき焼き、こいつ誰かな、復活する系女子ってえな、にゃろ、すき焼き、復活する系女子なのか、いかちん、ほい、オッケー、ああ、じゃあな、復活しない系男子だね、オッケーオッケー。ねえ、ラストまでね、神殿と同じ作りのね、トゥル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 アイスコーヒー。よし、ということで、まあ、しこしこと登っていきましょう。どうしよっかなー。もう別に、だってね、もうクリアするのに、使わない武器なんか持ってても仕方がないから、よし。手にバーしましょうか。やっぱね、ボム中によるですね、自爆大爆発っていうのを食らわすのが大、なんか日本語がうまく喋れない。よっしゃー、発射ー、よし、よし、ピン、ピン、なんで死ぬのかな、もう、こんなやつにトライフォースを持ってて欲しくない。なるほどね。15発でございました。はい。以上、こいつをぶちのめすな、15発ということが分かったので、はい、そのまま行きましょうか。はい。じゃあ行きましょう。で、この、ま、登っていくんだけど、すごいな、3分で大魔王の元にたどり着けるぞ。3分じゃない、まあ、5分かな ?5 分くらいかな。で、ここを落とされた時に、この壺を破壊しちゃってると、今頑丈に耐えきれなくなってね、HP が1から0になっちまうからね。なんか最近見た動画の面白いのがさ、伝説のポケモン6体 VS レベル1の、壺と戦ったらどっちが強いっていうので、一生頑丈で、毒毒と宿り木の種で、一生死なないね、壺と対決させられてね、ルギアとかレックーザとかがどんどんボコボコに縛られていくっていう動画があったんだけど、まあ、そんなことゼロだと関係ないのでね、はい、サクッとやっていきましょう。ということで、はい。初めて見ることのし、できる。一回しか見ることもできないシーンだったんで、まあ、この後何回か見ることも。50ルピー姫がいる。いや、なかなか画面に、ああ、来た、50ルピー姫。これがね、もうちょっと短かったらね、見えるものが見えるんだけどね。まあ、ゼルダの中身が見たい方に関してはですね、大乱闘スマッシュブラザーズぜひね、プレイしてみてください。はい。ねえ、パイプオルガンっていうね。ただ、あれ、多分そのオクターブくらいしかないじゃん。ちっこ。ねえ。めちゃめちゃ硬そうなオルガンだけどな。ねえ、で、ロングヘアになってね、いつの間に、あ、そう、ね、ハートをね、マックスまで回復してくれるって優しい仕様なんですよ、これね。共鳴している。トライフォースが再び、一つに戻ろうとしている。7年前なんです。我が手にできなかった二つのトライフォース。まさか貴様たち二人に宿っていようとはな。そして今ついに全てのトライフォースがここに揃った。バサ、貴様らには過ぎたおもちゃだ。返してもらえず。
ブルーホース、あれだよ、闇の波動で闇に近づけない、ごめんね、ブルーホース。この時にごめんねっていうのが怖いんだよな。そして消えゆくやつですね、今で言うところのあれなのかな、 VR かなのかな。じゃあ今はガノンドブイヤーあーダーダダ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 ヒヨーやっぱりいいか強っ早っあれ、はい、ちょっと待って、思ってたと違うシッ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 ちょっと早め、気持ち早めラーメン、片腕よしょっぴーえいおーちなみに弱点なんて分からないよ、切るの遅いこいつの面白いところがですね、ダメージを食らうとね、体とか髪の毛がボロボロになってくるじゃなくて、なぜかマットがボロボロになるって、ちょっと遅いか、もうちょっと早めだな、気持ち早めだな。はい、ちなみにこれね、空き瓶でもね、攻撃することができるんですけど、なぜか空き瓶だとね、これ今大体3回から5回くらいのラリーなのに、ほい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 、なんだけど、なんだっけ、あー、そう、忘れた。あ、そう、なんか10回くらいラリーしなくて、邪魔、あー、来て、そんな大振りしてたらダメですよ、そう。これね、回転切りで倒さなきゃいけないみたいな攻めがあるんで、そんなことないですよ、しっかりとね、大振り振ってね、こっちから視線を外して、おっ、弱っ、おっそって言おうと思った、弱っ、秒で終わったわ。あれ、背中が接地。俺様が、魔王ガノンドロック軍、破れるか。あ、こそうに、うぅボス。やばい。どうだろう。敵がいる。失礼。お聞き苦しいものを。はい。はい。最終パート、まさかのね、10分経たずとしてですね。はい。終わりました。そして、溶けるマント。多分まあ当時の技術的にそのマントがあれなんだろう、ないんだろうね。そのまま、着せた状態にできるっていうのが。50ルピー女が来たよ。まあでもリンクの着てる服はね、どうあがいても1ルピーだからな。まあ右手と左手だけが200ルピーかもしれないけど。それで200ルピーってどうやって手に入るんだっけな。あ、なんかもう俺、あ、そうかね、200ルピーやれた。思いました。ガノンドル。哀れな男。強く正しい心を持たぬゆえに、神の力を制御できずに。そう、200ルピーがいつでももらえるようになるんですよ、統合のスラチュラを全部解放すれば。なんかすげえな、アンパンマンみたいになってるな。ミルホース聞いて、この塔は間もなく崩壊します。グロドルの最後の力で私たちを見せしめする最後の森です。ジェル脱出しないと、私の手についてきてください。時々あなたを追い抜かすこともあるんだけどね。まあ、今回はおとなしくついていきましょう。時々上からね、岩心がね、もうついていく気がないけどね、今回は頑張ってついていくけどねって言ったけどさ、秒でついていくのなやめたからね、今。こいつの特殊能力がよくわかんないんですよ、これね、急に、はぁとか言ってさ。え、あえてですね。ドゥルドゥル。これね、ダメージ食らったりね、岩が降ってきて当たったりとかするとか、なんかね、キャーッとくれるんだね。あ、これ、ほら。姫待ってたのかよ。おめえ来いよ。来ないからダメージ食らっちゃうんでしょ、俺。ドゥドゥドゥ。ああ、今の多分15秒くらい損したな。これね、クリアできるかどうかっていうのがね、とある場所にかかってるんですよ。行きます、私はいろんな意味で先に行きます。やっちまったよ。でこいつね、飛ばないんだよね、なんか宙に浮いてんだよね、すごいよね。ここはまだだね。行こう。危ないよね、本当にね。なんかあれだよね、この次に戦うやつがいるんだけどさ、そいつってさ、姫様邪魔です。よいしょ、オッケー。
そう、あのこのままゲームの最後に出てくるやつって、あのもともとそいつだったんだよ。だから人間形態もあればさ、あの小豚ちゃん形態もあったりとかっていろいろあれなんだよ、不明なんだよね。ここで急なシーン、謎のシーンが出てくるっていうね。おいちゃん、同じ SE しかないのか、それは。どうしよう、どうしよう、君にかけられる時間ないのか。オッケー、はい、終わり終わり、次次次、はい、ほいしょ、ほいしょ、はい、ちょ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 、ほい、オッケー、ほい、オッケー、よいしょ、よいしょ、はい、終わり、次、はい、終わり、はい、行こう行こう行こう、なんかデクロめくれた、ありがとうブロックス、さあ急ぎましょう。ちなみにあれかな、めっちゃくれるじゃん、定石としてはフックショットバシュッと顔に刺して、なんかふにゅ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 ってなってる間に後ろ回り込むみたいなのが、デクロミって聞いたんだっけこれって、ピョン、あーあーって、だからおめえリンクもさ、その心配に捨てるようなさ、あーとか言うから、あのゼルダ君が急にさ、なんかあれだよ、あのあえじゃんですよ、あーとか言って、これはいはいはい、そんな鼻がクリ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 行かないで、はいはい、カン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 、俺が開けてやっからよ。さあ行きましょうか、このまま降りて降りて、ピッピッピーのピッピッピー、喋りません。今喋ろうとした、あー危ない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 、ギリ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 チョップ、だいたいそんなサッシュをめくったってダメですよ、みんなにクスクスうるるぞ、べこのまま抜けていく、お、あーいるね、いたーどんなどきなんてきらもんでしょか、やめて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 、さあ結構意外とギリギリの時間もある、あと40秒あるからな、うん、40秒でシャクシャクってな、パスだったら40秒やれば逃げれるからな、本当にね、でまた上からズンと出てくるけど、まあ、そんなことは無視して、あなんだ2分半でいけたね、もうちょっとあのじゃあスタルコスと遊んでてもよかったかもしれないですね。ということでゴールでございます。さあガロンドルフもこの城の中に沈み切ったということで、私の出番はもう終了でございます。デクロミ使ってみようかなね、まあこんな趣味の悪いさ、落ち度してくからさ、自分の力でなんかもうあれだよ、どん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 沈みゆく温泉みたいなさ、ドゥ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 どうしようみたいな状態になったんだよね。わあ、なんかあれだな、食べたものがあまり美味しくなかったのとギロってたって感じだよ、グエグエ、ドゥ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 、もとなかなかあれだよね、リアリティがあるというかさ、まあわかんないな、俺にそういうものを求めないでください。さあラスト急に出来上がった東京ドームで最後の戦いが始まるっていうことですよね。ドゥフドゥフ、そして真ん中からもドゥフ、さあ終わった終わった、さあみんなで振り返り何語っていこうかな。いや長かったね、結構ね、2ヶ月くらいやってたのかな。まあいろんなゲームをね今織り交ぜながらやっててますからね、次回何しようかなと思ってるんですけど、あったのですね、何もかもと思うじゃん。あれなんかさっきやったドーム型どこ行ったんだ。さあチューチュー、プリホース、さっきはごめんね、ミシに戦えなくて。いいんだよそんなこと、それよりもここから去ってくれないか、俺は今からチューを、はなんだ、トゥ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 、喋ろう、なんでしょう今の音。そんなことよりも俺は、あちゃちゃ、こう、はい、ゼルダ姫の正体は、スケスケです。内臓すらもなんか見えてこないってね、落ちてもらおうか、めっちゃ響くな、やっぱドームなのかなこれね、ドームっぽいよね、裏から行ったのになぜかね、あの目の前に現れてくるからね、はい、この瞬間が一番かっこいいと思うんですよね、個人的にゼルダのね、ゼルダのじゃあガノドロフね、なのに喋ってくれないとね、ただあえてるだけで、もう行きそうな瞬間でね、まあ行っちゃうんですよ、このまま、うわシュッ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 、よかったねお姫様に当たらなくて、卑怯だよこいつ、なに、もう逃げない、一緒に戦う、めちゃくちゃ分かんない、
下顎どうなってるの？ケーフしてる。ちょっと待ってね。ほい。よいしょ。こうやってる間に。あ、ちょっと待って、グリップ引き方がかっこいい。よいしょ、プルン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 。まあ、俺、だいぶ本当だったらすげえ楽なんだけど、まあ、そうはいかん。そうは金玉が落とさないでね。そう。プルン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 。振り向きが早い。よいしょ、おまった、振り向き。よいしょ。今度、弱点さらけ出してくださ縦切りの一つも、一つやって、あれ、あれ、あれ。声がもうあれなのよ、薬をやっていける瞬間なのよ。ヒヤー、あ、ちゃ、バカだれ。あ、待ってくれてる、優しい。プルンプルンプルン。ほい、甘い。あれまだかな、もう5発当てたけどな。まあ、それはね、ラスボスだもんね。よいしょ、おいくるくる見て、よいしょ、また出てくるので、オッケー。ちょっと、ずっとブラブラ、強くない？強いな。もう一回、そう、で、あれ、どこ取ってる？ふい、ダッサ。ささんによります。お花ブタブタちゃん。ロハス、明日そうだ。急いで。今のうちに尻尾ボコボコに縛ってあげた方がいいんじゃないかなと思うんだけど、まあ。ちょっと待って、コーヒー。思った以上にガノンの声がしんどかった。ダンマワール第2ラウンド開戦でございますね。今のうちに尻尾を引き刻ん。ファイバー。もうこっから私は本気でございます。いやー、甘い、のけぞれ。ちょ、抜いたタイミングで、しろ、これ縦で課金っていけんだっけ。あ、いけんだ、いけんじゃん。じゃあダメじゃん、おめえ。もっと頑張らなきゃねえ。ちょっとボスさ、第二形態なんだろうけどさ、同じ倒し方をしたんでしょ。ほいセーバイ。ちょっと待って、このタイミングだけどセーブしよう。ほい、うまいな、今のはうまかった。まあ、これが成功法だからね、たまには成功法でやりますよ。オッケー、よっしゃー。ブル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 。私の力で魔王を抑えます。あとはあなたの剣で魔王を広めろ。どこのままにしてたらいいんじゃない。なんか行くか。これちなみにあれなのかな、なんか10分とかそのままやってたら、いつか復活しちゃうのかな。でもう一回同じシーンが繰り返されてみたいな。まあ、めんどくさいからやんないけどさ。すぐ行ける。シュイン。あれ、最後だけ顔が効くっていうね。最後だけ顔が弱点になるっていうね。ぬえウケちゃダチュウ次やるか。フルもう10年以上だよ。あれ2012年の CM で2013年に流行ってたからね。古いハイラルを作りたまえし古代の神々よ、今こそ封印の扉を開きて邪悪なる闇の化身を冥府の彼方へ葬り去りたまえ。ちょ、葬りたまえや。サリは言い過ぎた。サリアだけにヒュー。これって結局賢者たちってその死んでんの、よく分かってないんだよね。なんかこの世の人たちではないみたいな、なんか言い方がされてたじゃん。来てます。
広がります。今の高校生ってマリック知ってんだね、あの来てます来てますって。なんか冗談交じりでさ、年始にさ、高校生たちにさ、あのバスケしに遊びに行った時さ、来てます来てますって分かったもんね。ドンドレドンドレツレルトアドンドレ賢者どもドンドレフェイツマスター、いつの日かこの封印が解き放たれし時、その時こそ貴様たちの一族根絶やしにしてくわな。日が出のうちに力のドライフォースある限り。お疲れ様でした。根絶やしって言ったデスピサロですね、はい、ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドって出てくるね、根絶やしの扉ですからね。根絶やしデスピサロイコールってなんかちょっと怖いよね、うん、あー鼻が詰まってる。ありがとうブルーホース、あなたの力でガノンドルフは闇の世界に封印されました。これでこの世界も再び平和の時を刻み始めるでしょう。時のオカリナだけに、これまでの悲劇は全て私の過ちです。俺の未熟さを顧みず、聖地を制御しようとし、さらにあなたまでこの争いに巻き込んでしまったことはね、大きい。まあ、いや、後で喋ろう。今こそ私はその過ちを晴らさねばなりません。マスターソードを眠りにつかせ、時の扉を閉ざすのです。けれど、その時、時を旅する道も閉ざされてしまいます。ブルーホース、扉を私に。今の私なら、賢者としてこの時のオカリナであなたを元の時代に返してあげられます。いつ出してたんだ。お手手添えて、そういうプレイ。今のあなたがイケメンだから返してくれるよ、私に。あやれ、平和が戻る時、それが私たちの別れの時なのです。ねっ。いや、あのさ、あのゼルダ姫が公式あさあ帰りなさいブルーホース、失われた時を取り戻すためにあなたがいるべきところへ、あなたがあるべき姿で。このセリフいいな、いるべきところにあるべき姿って。ありがとう、ブルーホース。さようなら。はい、ということでお疲れ様でございました。ゼルダの伝説時のオカリナ無事クリアでございます。いやー、まあちょっとね、そのストーリーとしてはクリアしたけど、まあいろいろサブゲームというか、まあサブコンテンツでやり逃していることとかたくさんまああるんですけれども、まあそこは一旦置いときましょう。はい、まあ純粋にね、一応まあゲルダの修練所みたいにちょっと寄り道した部分は多少あったけれども、一応ストレートに進めてきたつもりではございます。はい、まあ総合するとまあ約平均35分かける21、2パートだと考えると、なんぼだ？まあ、10時間、11、2時間くらいはプレイしているっていうことなのかな？はい。まあ、途中ちょっとやり直したりとかもしてるんで、裏でね。なんかもう15時間くらいやってるかもしれない。うん。というところでございますね。はい。ということで、まあ、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。特にね、現役の頃にね、64をね、手に取って、これプレイしたっていう方にとっては、もうとてつもなくエモい、ゲーム実況になったんではないかなというふうに思います。喋ってるやつのせいで、雰囲気台無しだ、ぶっ壊しだっていう人は、多少いるかもしれないですけれども、まあまあ、それは許してくださいということでございますね。はい。で、まあ、次回、その前に、なんか、ゼルダが、誰だ、ブルーホースを元の世界に戻そうとした時に何喋ろうと思ったかっていうと、ゼルダの公式がこれ一体何歳なのかっていうのちょっと僕も正直分かってないんですけど、でもさ、15歳にも満たないくらいの女の子でね、多分ね。うん、まあ、おっぱいの出具合くらいにも考えて、それはどうでもいいんだけど、そう。で、それから逆算をするにさ、そもそも私のせいでって言ってるけど、責任負いすぎだろって、大体お父上様がさ、ハイラル王国をさ、こう、統治してるわけなのにさ、そいつの言うことを聞か、お姫様の言うことを聞かずにさ、自分がガロンドルフを、迎え入れた結果でさ、
結局こういう魔物の世界になってさ、ま、あの、冥界と化してしまってさ、しかも自分は命を落としてるわけじゃん、あの、殺されてるわけじゃないですか。ね、うん。ね、たくさんの兵士も、あの、死なせたりとかっていうさ、ねえ、だからそういうことを考えると、結局、お父上様が全部悪いんじゃないかって個人的に思ったりするんだけどね、私のせいじゃないですよ、ゼルダ姫っていうね、うん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 。っていうところが、まあ、あの、さっき言いかけて、あの、ちょっと喋らなきゃいけなくなってやめちゃったっていうところですね。はい。ということで、まあ、今回ね、無事終わることができて、まあ、他にもいろいろとやっているゲームはたくさんあるんですけれども、一旦、ゼルダの伝説、時のオカリナに関しては、今回が以上終了というところでございます。まあ、なんかね、終わったラジオみたいなのとかね、よくさ、セピアさんとかそういうのがさ、そういうのがというか、セビアさんがさ、終わったら、魚で釣り堀をしな、釣り堀で魚を釣りながらさ、なんか振り返りラジオみたいなこといろいろ喋りたいことみたいなことがあったりするけど、僕別にないんで、このまま、今やってるゲーム実況を続けつつ、まあ、ちょっと折を見てね、少しゼルダの伝説は休憩をして、で、まあ、休憩をした後に、まあ、どのくらいの期間、スパンを開けるかわかんないけど、とりあえず、僕は、このままムジラの仮面を続きでやっていこうかなというふうに思ってます。はい、二人仲良くなってよかったですね。うん。そう。で、あ、ちょっと待って、え？え？今、あれ、ちょっとコキリ族の人たちさ、コキリの森から出たら死ぬんじゃなかったの？あれ？死ぬとは？あれもしかして実は呪ってたのはデクノキ様だったのかな？で、デクノキの子供にそんな呪い大丈夫だよって解放してあげたのかな？それともあれなのかな？そのガロンドロフの、呪いだったかな？でもさ、100年に一度男の子が生まれます。で、その100年に一度生まれた男の子がその魔族の魔王として、あ、違う、魔王として、なんか生まれてきますみたいな話ってことはさ、結局また100年後にはさ、出てくるわけでしょ？で、ガロンドロフがいくつかわかんない。30だか40だかわかんないけど、70年後とか60年後にはまたね、復活しちゃうとかそういう可能性があるってわけだからね。右のおっさん誰だったっけ？右のおっさんわかんない。そして帽子かぶってたおじさんに関しては今回のゲームでは一切出てきてないからね。あれ、これは中五郎か大五郎かどっちなんだろうな。なんか一人だけめちゃめちゃ奇抜なゲルドとかがいたな。まあ、そしてね、大好きだったサリアちゃんとね、ね、自分の実の娘がね、こういなくなったってなったら、そりゃこれだけショックを受けますわなっていう話ですよね。うん。ところが何かに気づいているという二人でございますね。うん。てか、マジでさ、ミドだっけ？ミドに関してはさ、もうなんか、こう、主人公をボコボコにいたずらしまくってたというか、もうなんかね、癖の悪い感じのやつだったからさ、もういじめられ当然かもしんないけどさ、キングゾーラに関してはただただかわいそうな感じだよね。だって、なんかよくわかんないさ、炎に閉じ込められたりとかさ、で、娘がいなくなりましたね。娘は、大きく成長したにもかかわらず再会するどころかなんかが賢者になっちゃいましたみたいなさ、うん。このシーン好き、このシーン。ダルニアと、この見つめ合う二人ね。うん。なんか一人だけなんかちょっと異様に違う雰囲気を漂わせていますけれども。で、結局、ラウルはどこって話でね。うん。あ、ちょ。ごめん。動かさなさすぎて、画面が暗くなって、ごめんなさいね。さあ、戻ってまいりました。現世です。今から皆さん7年前に戻ることができたとしたら何がしたいですか？そして7年後に行くとしたら何をしますかって言いましたよね。7年後だと2031年か。うわぁ、もう40代じゃん、もう2031年。ギリギリ39歳の年だけどさ。ということでさあ、戻ってまいりましたね。さようなら、ナビ。結婚なのよ、この鐘の音が鳴ったら。にしてもあれだよね、この光沢感出す感じがこう、任天堂さんすごく上手ですよね。僕ら結構好きなんだよな、光沢感出す感じがね。Presented by Nintendo。うん。近鉄十条駅の近くですね。そしてなぜかこの時の7年後に戻ってくると、ゼルダ姫が、飛び出す前に戻ってきてるってことですね。これだから封印した影響になってくるのかな。うん。なんか次なる魔王を倒すためにもうすでに待ち構えてますみたいな感じなのかな。だとしたらハイラル王国のさ、王族になる人たち大変だよね、本当に。はっ！懐かしい。キンパルイージ。マリオだろ、せめて。
はい、ということでね、以上でございます。本当に楽しいゲーム実況でございました。うん、もう本当になんか20年前の童心に戻れた気分がしてですね、はい、非常に楽しかったでございます。ということでね、今回の実況は以上とさせていただきます。また次回の、ゲームでですねお会いできたら幸いです。そして、そのためにですねチャンネル登録ボタングッドボタンを押してぜひお待ちください。ではまた次回ゲーム実況でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。